共和国通称ウズベキスタンは中央アジアに位置する共和制国家。首都はタシュケント。北と西にカザフスタン、南にトルクメニスタンとアフガニスタン、東でタジキスタン、キルギスと接する。国土の西部はカラカルパクスタン共和国が自治を行っており、東部のフェルバナボンチはタジキスタン、キルギスと国境が入り組んでいる。国境を 最低2回超えないと海に達することができない二重内陸国の一つである。かつてはソビエト連邦の構成国の一つであり、現在は NIS 諸国の一国に数えられている。同国は様々な民族によって構成されている多民族国家で6つの独立したトルコ系国家の一つであり、トゥルク評議会とトゥルクソイ共同体及びタークッパに加盟している。 国内の主要民族はウズベク人で、総人口の約83%がウズベク人となっている。主な少数民族としては、ロシア人、タジク人、カザフ人、タタール人、カラカルパク人などがいる。ロシア人や、その他の少数民族が他国へと移住し、ソビエト連邦時代に他国に居住していたウズベク人が、 ソ連崩壊に伴う独立回復後にウズベキスタンへ帰国していることから、同国内に住むウズベクジニ外の民族の割合は減少傾向にあるとされている。1991年にウズベキスタンが独立した際、イスラム原理主義に対する懸念が中央アジア地域に広まった。これは支配的な宗教であったイスラム教信者が急激に 増加するであろうという予想に基づくものであったが、1994時点では、ウズベキスタンの人口の半数以上が、自分はムスリムであると答えている一方で、信仰における知識や、その実践方法に関してはこれを持ち合わせている、割合が、極めて低かった。その後は、イスラム教信者の割合の上昇が見られるようになったが、世俗化しており、解立などはゆり、 正式名称はウズベク語で、オウズベキストンにスパブリコシー、ゼー通称は、オウズベキストン、ゼー公式のロシア語表記は、ゼー通称、ゼーまた英語表記は、リパブリック・オブ・ウズベキスタン。通称、ウズベキスタン。国民、形容詞ともウーズベッケスタに。日本語の表記は、ウズベキスタン共和国。 通称、ウズベキスタン。国名は、ウズベク人の自称民族名を、ズベックと、ペルシア語で、の国を意味するスタンの合成語である。ウズベクは、トゥルク語で、自身が主君を意味し、ジョチウルスのウズベク藩の名に由来すると言われる。ウズベキスタンの国土の中央部は、古代より、オアシス都市が栄え、東西交易路シルクロードの中継地ともなってきた。 トランスオクシアナ地域の大部分を占める。この地域は古代にイラン系のソグド人が活躍したが、8世紀にアラブ人によって征服され、宗教的にはイスラム化した。10世紀にはトゥルク民族が進出し、言語的にトゥルク語化が進む。トクタミシュと戦うティムール13世紀にはモンゴル帝国に征服され、 この時多くの都市が甚大な被害を受けるがすぐに復興を果たし14世紀にはこの地から起こったティムール朝が中央アジアから西アジアに至る広大な地域を征服して大国家に発展したティムール朝の水防後北からウズベク人が侵入しウズベク三半国と呼ばれるブハラ半国ヒバ半国カン度半国を建てるこれらは19世紀に 北からのロシア帝国に征服され、ロシア革命後はソビエト連邦丘の共和国となり、その後ソビエト共産党政府の統治下に入り、ウズベクソビエト社会主義共和国となった。1966年4月、多種検討震を震源として、市内では大地震が起こり、市内の建物のおよそ2、3が倒壊するという惨事となった。 初代ウズベキスタン大統領のイスラムカリモフその後1991年のソビエト連邦の崩壊によってウズベクソビエト社会主義共和国はウズベキスタン共和国として独立し同時に独立国家共同体に加盟した独立後はイスラムカリモフ大統領が権力を集約しほぼ独裁政権となって統治してきた2005年5月13日に東部 アンディジャンで発生した反政府暴動鎮圧事件で市民に多数の死者が出たとの情報があり、ヨーロッパ諸国、国際連合などから人権侵害との非難が上がっている。また、これまで反テロの同盟国として協力関係にあったアメリカも態度を変化させ民主化要求を行い始めている。一方、 カリモフ大統領はイスラム過激派による武力放棄だとして欧米側による報道を批判し国際調査団を受け入れる考えのないことを表明している。また2001年のアフガン侵攻以来アメリカ軍の駐留を受け入れてきたが2005年にこれを解消しアメリカ軍は撤収することとなった。なお現在も反テロ作戦の一環としてドイツ軍が テルメズ飛行場に駐留を続けている。現在は上海協力機構と関係を深めている。2016年9月2日にカリモフ大統領が死去したことで25年にわたる長期政権は終焉を迎えた。その後、カリモフ氏の後継者であるシャブカト・ミルズ・イアイフ氏が大統領代行を務め12月に行われた。 大統領選挙でも勝利したことで、第二代大,大統領に就任した。ウズベキスタンの国民議会、第二代ウズベキスタン大統領のシャブカとミルズイアイフ、国家元首である大統領は、ウズベクソビエト社会主義共和国大統領であった、イスラム・カリモフが独立以来2016年に、死去するまでその職にあった。首相と副首相は、大統領が任命する。大統領官邸は、 オクサロイ宮殿。議会はアリー・マジュリスと呼ばれ、一員制で任期5年250議席。アリー・マジュリスの初の選挙は1994年の第16回最高会議にて承認された、決議のもと開催された。同年、最高会議はアリー・マジュリスとその名称を変更した。ウズベキスタンはこれまで三回の大統領選挙を行っているものの、 2016年に死去するまではすべてイスラムカリモフが選出されきた。議会は定員150名の下院と定員100名の上院に分かれており、それぞれ任期は5年である。第3回の選挙は2009年12月27日に、第2回選挙は2004年12月から2005年にかけて行われたアリー・マジュリスは2004年まで一員制であったが、 2002年の国民投票の結果、次期選挙から二院制に移行することとなった。議会に参加する、議員数は1994年は69名で、あったが、2004から5年に120名へと増加。現在は、会員の議員数は150名にまで増加している。現在、旧ズベキスタン共産党から解組されたウズベキスタン、人民民主党を中心とする諸政党が、 イスラムカリモフ前大統領の支持勢力として議会を支配してきた。カリモフ前大統領は、ウズベキスタンの独立後、自己献身、国民民主党に所属していたが、2007年に、ウズベキスタン自由民主党に同席を移した。いずれの政党も、カリモフ政権を支えてきた政党である。行政府は絶大な権力を握っており、立法府は、 法案成立の際に多少影響力を持つに過ぎない。2002年1月に行われた国民投票の結果、大統領の任期は5年から7年に伸ばされた。国民投票の結果を受けて法案が成立し、イスラムカリモフの任期は2007年12月まで任期が延長された。ほとんどの国際関心は選挙の過程と結果に関して正当なものであると認めていない。 2002年の国民投票には、会員と上院の任院制への移行計画に関する投票が含まれていた。会員の議員は、専業の国会議員である。新たな任院制への移行に関する国民投票は12月26日に開催された。欧州安全保障協力機構は制限された、監視行動の中で、ウズベキスタン国内の選挙は、OSCE や、 その他の民主主義選挙に関する国際基準を全く満たしていないという評価を下している。複数の政治政党が政府の承認を経て設立されたものとなっている。同様に、ラジオテレビ、新聞など様々なメディアが設立されているものの、これらのメディアは依然として政府のコントロール下にある、もしくは滅多に政治的な話題を扱わないメディアとなっている。 独立した政治政党の設立や党員募集、党大会や記者会見の開催は禁止されていないものの登録手続きには制限が課されているため登録を拒否されている。2016年にカリモフが死去した後もその後継のシャブカとミルズ・イエイフ大統領がカリモフ氏の支持基盤と手法を受け継いでいるが日本を含む一部の国々からの観光目的での 入国のビザを免除したり、関係のあるかった、隣国タジキスタンとの関係改善を図るなど、改革も見られる。ワシントン DC にある在アメリカ、合衆国ウズベキスタン大使館全方位的外交を展開し、ロシアや中国だけでなく、CIS 諸国を含むアジア諸国やヨーロッパ諸国、アメリカなどとも友好関係を持っている。日本との間も、 官民両面で友好関係を保っており、両国に大使館を持っている。ただし、第二次大戦後シベリア抑留を受けた日本人捕虜は首都タシュケントにも回され、中央アジア最大のバレエオペラ劇場たるナボイ劇場の工事などに従事したという過去もある。なお、この劇場は1966年のタシュケント自身の際にも全くの無傷という。 見事な仕事ぶりであった。ウズベキスタンは1991年12月に独立国家共同体に参加した。しかし、1999年に CIS 集団安全保障体制から脱退した。これ以降、ウズベキスタンは自国の安定に影響を及ぼしたジキスタンとアフガニスタン両国の紛争の解決の手助けを するためタジキスタンの CIS 平和維持軍や国連により組織された平和維持軍に参加している。かつてはアメリカ合衆国とウズベキスタンの関係は良好であった。2004年にはアメリカ合衆国はウズベキスタンに軍事費の約4分の1に当たる5億 US ドルを援助。ウズベキスタン政府はアメリカ合衆国軍によるアフガニスタンへの空軍軍事作戦に際し、 カルシ・ハナバード空軍基地の使用を許可していた。ウズベキスタンはアメリカ合衆国の掲げる世界規模の対テロ戦争の積極的な支持者であり、アフガニスタンとイラクの両地域において支援作戦を展開していた。ウズベキスタンとアメリカ合衆国両国の関係は、ジョージアやウクライナで2000年代半ばに起きた色の革命の後、悪化が進んだ。 アメリカ合衆国がアンディジャンの流血事件に対して独立した国際調査団参加に名乗りを上げると両国の関係は極めて悪化。大統領のイスラムカリモフは外交路線を転換し人権侵害避難を支持することのなかったロシアや中国に接近する姿勢を見せるようになった。2005年7月後半ウズベキスタン政府はアメリカ合衆国に アフガニスタン国境に近いカルシ、ハナバード空軍基地から180日以内に撤退するよう命じた。カリモフは9.115の短期間、アメリカ合衆国に空軍基地使用を申し出ていた。ウズベキスタン人の中には、アンディジャン事件に対する抗議による、アンディジャン地区におけるアメリカ合衆国やイギリスの影響力増加への懸念が、 撤退命令につながったと考える者も,もいる。これもまた、ウズベキスタンと西洋諸国が対立した理由の一つに挙げられている。ウズベキスタンは1992年3月2日より国際連合に加盟しているほか、欧州、大西洋、パートナーシップ理事会、平和のためのパートナーシップ、欧州安全保障協力機構のメンバーでもある。また、イスラム協力機構や、 経済協力機構にも所属している。1999年、ウズベキスタンは、グアム、ジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバのオブザーバーとなり、1997年に加盟して、グアムとなったが、2005年に脱退している。ウズベキスタンは、中ロの主導する、上海協力機構のメンバーでもあり、タシュケントで、SCO 地方反テロ構造を開催している。 ウズベキスタンは2002年に設立されたユーラシア経済共同体に加盟している。エグはウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタン、キルギス、ロシア、ベラルーシから構成されている。過去はキルギスとカザフスタンにより設立された中央アジア連合が発展解消する形で設立された組織であり、ウズベキスタンはエグの創立メンバーとして加盟している。 2006年9月、ユネスコはイスラムカリモフをウズベキスタンの豊かな文化や伝統を保存した功績により表彰した。批判はあるが、ウズベキスタンと西洋諸国の間の関係を発展させた一つの証として捉えられている。2006年10月にはもう一つウズベキスタンが西洋諸国からの孤立から脱する出来事があった。EU は、 人権や自由に関して対話を行うため長きにわたり対立していたウズベキスタンに対して施設団を送る計画があると発表した。アンディジャン事件に関する政府の公式発表と非公式の数字どちらが正しいのかという点に関しては曖昧であったものの EU は明らかにウズベキスタンに対する経済制裁を弱める意思を見せた。しかし、 ウズベキスタンの人々の間では、ウズベキスタン政府は、ロシア連邦と密接な関係を維持しようとしており、2004年から2005年に、かけてのウズベキスタンでの抗議は、アメリカ合衆国やイギリスにより引き起こされたもので、あると、一般的に考えられている。共同作業訓練を行うウズベキスタン軍、兵士ウズベキスタン軍は、約6万5千人の兵士を要し 中央アジア最大規模の軍隊を持つ。軍事機構は、その大部分を、ソビエト連邦軍トルキスタン軍管区部隊から、受け継いでいるが、主に警風評部隊や特殊部隊において、改革を実行中である。ウズベキスタン軍の装備は、現代的なものであるとは言えず、訓練の連度が統一されているとは言えず、領土の保全ミッションなどの作業に適しているとは言えない。政府は、 旧ソ連の軍備管理義務を継承し、比較保有国として核拡散防止条約に加盟、ウズベキスタン西部のヌクスとボズロジデニア島において、アメリカ国防協議削減局による行動プログラムをサポートしている。ウズベキスタン政府は GDP の約3.7%を軍事費に充てているが、1998年以降は、 アメリカ合衆国の対外軍事有志 FMF やその他の安全保障支援基金から有志を受けている。2001年9月11日にニューヨークで起きたアメリカ同時多発テロ事件に続いてウズベキスタンはアメリカ中央軍がウズベキスタン南部にあるカルシ・ハナバード空軍基地への駐留を承認した。しかし2005年のアンディジャン事件後アメリカ合衆国が 事件に対するウズベキスタン政府の対応を非難すると、政府は態度を硬下させ、アメリカ合衆国軍にガルシ・ハナバード空軍基地から撤退する、要要求。2005年11月に、アメリカ合衆国軍は、ウズベキスタン国内から撤退した。2006年6月23日、ウズベキスタンは、集団安全保障条約の正式なメンバーとなったが、2012年6月には、 クストから脱退している。ウズベキスタンの地図ウズベキスタンの衛星写真ウズベキスタンは中央アジアに位置しており、全国土面積は447,400平方キロメートルである。この国土面積は世界55位であり、人口は世界第42位である。CIS 諸国の間では全面積は第5位、人口は第3位となっている。 主要都市としては、首都の多種県トのほかアンディジャン、ブハラ、サマルカンド、ナマンガン、ヒバなどがある。同国は、北緯37度から46度、統計56度から74度の地域に存在しており、国境の全長が 6221km となっている。東西の距離は 1425km、南北の距離は 930km である。 北及び北西地域はカザフスタンとの国境とアラル海に南西部分はトルクメニスタンとの国境に南東部分はタジキスタンとの国境に北東部分はキルギスとの国境に接しているウズベキスタンは中央アジアでも有数の面積を持つ国家であり他の四国すべてと国境を接する唯一の国家でもあるこのかウズベキスタンは 南部1 5 0キロメートルにわたり、アフガニスタンと国境を接している。ウズベキスタンは乾燥した内陸国である。同国は世界に2つしかない二重内陸国であり、海へと出るためには国を2つ超える必要がある。加えて、海とつながる河川がない内陸流域という特殊な環境にある。このため国土の10%にも満たない。 関外農業用地や河川流域のオアシスに似た土地で、集中的に農業が行われている。残りの国土は広大な砂漠と険しい山々で占められる。ウズベキスタンの最高点は、スルハンダリヤ州とタジキスタンとの境界付近、ギッサール山脈にある、ハズレットスルタン山であり、標高は4643メートルである。 タジキスタンの首都ドゥシャンベの北西部に存在する、この山はかつては、第22回共産党大会法と呼ばれていた。ウズベキスタン共和国内の気候は、その大部分が大陸性気候であり、平均降水量は、年間100から200ミリメートルと非常に少ない。特に西部は、雨が少なく、砂漠が広がっている。このため、人口密度は、 山岳地帯の東部の方が高く、土地の平坦な西部は低い。夏はかなり暑く、気温はしばしば40度を超える。冬の平均気温は約マイナス2度だが、マイナス40度まで下がる場合がある。多種県との7月の平均最高気温は35.7度、1月の平均最低気温はマイナス1.5度である。 1989年と2008年におけるアラル海の大きさの比較かつてアラル海は世界で4番目に大きい湖で周辺地域の湿度を保ち乾燥した土地で農業が行える大きな要素となっていた1960年代以降の10年間でアラル海の水の過剰利用が行われアラル海は元の50%にまで面積が縮小 水量の3分の1にまで低下した。信頼できる調査結果もしくは概算データは、各国公的機関や組織において、まだ十分に発表されておらず、情報の収集も進んでいない。現在も水の大部分は、綿花や栽培に、大量の水分が必要とされる、作物栽培の灌漑用水として使用され、続けている。 ソビエト連邦時代の農業政策により、綿花の過剰な生産が行われたことが原因の一つとして挙げられている。農業分野は国内で深刻化している水質汚濁や土壌汚染の加害者であり、被害者でもある。この環境破壊の危機の責任の所在は明らかであり、1960年代に自然改造計画によって、 国内の河川に大量にダムを建設し、アラル海へ流入する水量の減少と河川の水の乱用を推し進めた旧ソ連の科学者や政治家、そしてソビエト連邦崩壊後、ダムや灌漑システムの維持に十分な対策をせず、環境問題対策に十分な費用をかけてこなかったウズベキスタンの政治家にある。アラル海の問題のため、特に アラル海に近いウズベキスタン西部にあるカラカルパクスタン地域では土壌に高い塩分濃度が検出されている上、重金属による土壌汚染が広がっている。また、国内の他の地域においても水資源のほとんどは農業に使用されており、その割合は約84%に上る。これは土壌の塩分濃度上昇に拍車をかけている。また、 収穫量増加のため免許農場における、防虫剤や化学肥料の乱用を行ったため、深刻な土壌汚染が発生している。ウズベキスタンの行政区画他主権とサマルカンドブハラ多主権との中心外ウズベキスタンは12の州、1つの自治、共和国、1つの特別市に分かれる。ウズベキスタンの GDP 成長率色と面積で示した。 ウズベキスタンの輸出品目 IMF の統計によると2017年の GDP は665億ドル、一人当たりの GDP では1520ドルであり世界平均の20%に満たない水準である。2011年8月にアジア開発銀行が公表した資料によると1日2ドル未満でクラス貧困層は2010年で1248万人と 推定されており、国民の44.42%を占めている。近年は豊富な天然ガス関連の投資を多く受け入れており、比較的好調な経済成長を遂げている。通貨は済む。多くの CIS 諸国と同じく、ウズベキスタンの経済は、ソビエト連邦時代の社会主義経済から、資本主義経済への移行期であった初期に一旦、減少し、 政策の影響が出始めた1995年より徐々に回復している。ウズベキスタンの経済は力強い成長を示しており、1998年から2003年までの間は平均4%の経済成長率を記録以降は毎年7から8%の経済成長率を記録している。ただし2017年は、 通過済むの複数為替レートの一本化などのミルジオ F 大統領の改革の影響により5.3%である。IMF の概算によると2018年のウズベキスタンの GDP は1995年時点の約4.8倍であり、PPP 換算で約5.9倍である。ウズベキスタンにおいて一人当たりの国民総所得は低く、 2017年時点で 2000US ドル、PPP は 7130US ドルとなっている。PPP と比較した1人当たりの GNI の数字は世界187カ国中123位と低く12の CIS 諸国の中でウズベキスタンより下の値であるのはキルギスとタジキスタンだけである。経済的な生産は加工品ではなく 生産品に集中している。ウズベキスタンは独立後の1992年から1994年にかけて年間1000%もの急激なインフレを体験している。IMF の助けを借りた経済安定化の努力が行われ、インフレ率は1997年に50%に減少、さらに2002年には22%にまで減少した。 2003年以降、年間インフレ率は平均15%未満となっている。2004年の緊縮財政政策は結果として、インフレ率の大幅な減少につながり、インフレ率は3.8%に減少した2017年は、同年11月のガソリン価格、同年12月の法定月額最低賃金の引上げを受け、 約18.9%のインフレ率となっている、ウズベキスタンの主要金属資源は、金、ウラン、モリーブテン、タングステン、銅、鉛、アエン、銀、セレンであり、金埋蔵量1。700トンで、世界第12位、年間生産量102トンで、第10位、ウランの埋蔵量では、世界トップ1 2に入り生産量2400トンであり、世界第7位である。さらに、 ウズベキスタンの国営ガス会社、ウズベクネフテガスは、世界第15位の天然ガス生産量を誇り、年間450億立方メートルを産出している。ウズベキスタン国内において、エネルギー関連事業に大きな投資をしている企業としては、中国石油天然技術集団、ペトロナス、韓国石油公社、ガスプロム、ルクオイル、ウズベクネフテガスがある。 2018年時点において、ウズベキスタンは、世界で第7位の免火生産国であり、世界第9位の面火輸出国であり、同時に、世界第11位の金採掘国でもある。他に生産量の多い製品としては、天然ガス、石炭、銅、銀、タングステン、石油、ウラン等がある。農業労働者はで、ウズベキスタン総労働人口の19.25%に、 あたり、農業は GDP 全体の約19.8%を占め、その中でも綿花の輸出が産業の中心の一つとなっている。ウズベキスタンでは旧ソ連時代は60%の国民が農村部に居住していた。ソ連崩壊直後は農業従事者の割合は全労働者数の30%前後で維持されていたが人口増に対して 農業従事者数は減少傾向にあり、2013年以降は20%を割っている。これは、ロシアやカザフスタンなどへの移民として、農村の労働人口が流出していることが大きな要因として考えられる。また、公式発表によると就業率は高いとされているものの、特に地方で、就業率は低く、少なくとも20%以上が失職中であると。 推定されている。綿花収穫期には政府による綿花収穫の強制労働が依然として存在している。18歳未満の強制労働を禁止する法令があるにもかかわらず一部地域では地方の役人によって子供たちが綿を収穫するために動員された。さらには綿花作業だけでなく建設、農業及び公園清掃の強制労働を 教師、学生、民間企業の従業員などに行わせた。ウズベキスタンの自動労働の使用は、テスコや C&A、マークススペンサー、ギャップ、H&M などにより報告されており、これらの企業は、綿花の収穫作業をボイコットしている。独立達成後に、多くの経済問題に直面したことで、政府は国による、管理、輸入量の減少。 エネルギー自給率の増加を軸とした進化のための改革戦略を採択した。1994年以降、国のコントロールを受けたメディアは、このウズベキスタン経済モデルの成功を繰り返し、懸念しており、経済ショックや貧困、停滞を避けて、市場経済へとスムーズに移行するための唯一の方法であると提案していた。 前進的な改革戦略は重要なマクロ経済や構造改革を一旦中止していることからも読み取れる。官僚の手の中にある状態は依然として官僚の経済に対する影響が大きいことを示している。汚職が社会に浸透しているだけでなく、さらに多くの汚職が行われるようになっている。2018年度における。 ウズベキスタンの腐敗認識指数は180カ国中158であった。2006年2月における国際危機器グループによる報告によると、核となる輸出品、特に綿花、金、トウモロコシ、天然ガスから得られた収入は、エリート支配層の少数の間にのみ還元され、人口の大多数には少量、もしくは全く還元されない状況にあるとされている。 エコノミストインテリジェンスユニットによると政府は国の手でコントロールできないような独立した民間企業の発展を敵視している。従って中産階級は経済的そして結果的には政治的に低い地位にある。経済政策は外国企業による投資に反発する姿勢を見せており CIS 諸国において最も国民一人当たりの外国企業による 投資額が低い。長年にわたり、ウズベキスタン市場に投資を行う外国企業に対する最大の障壁は通貨交換の困難さであった。2003年、政府は完全に通貨打換性を保障するという国際通貨基金の第8条の義務を承認した。しかし、国内で使用する通貨に対する厳しい制限や、 通貨交換の量に制限がかけられていることから外国企業による投資の効果は減少していると考えられている。ウズベキスタン政府は高い関税を含む様々な方法で外国製品の輸入を制限している。地方の生産品を保護するため非常に高い税金が課せられている。公式、非公式の関税が相まって 商品の実際の値段の1から1.5倍に相当する税金がかかることで輸入品は事実上に値段に見合わない高い商品となっている輸入代替は公式に宣言されている政策でありウズベキスタン政府は輸入品目におけるこのファクターが減少していることに誇りを持って経済報告を行っている CIS 諸国は ウズベキスタンの関税を公式に免除されている。多種券と証券取引所は1994年に取引を開始した。約1250のウズベキスタンのジョイントストックカンパニーの株式や債券ガスで取引されている。2013年1月時点において上場している。企業の数は110に増加した。 証券市場の発行済み株式総数は2012年に2兆に達しており、証券取引所を通した取引に興味を持つ企業が増えていることからこの数字は急速に増大している。2013年1月時点における発行済み株式総数は9兆を突破した。ウズベキスタンの大外的地位は2003年以降、次第に強くなっている。ネ屋。 綿花の世界市場価格の回復、天然ガスや、その他生産品の輸出量の増加、労働力移入人数の増加という、様々な要因により、現在の収支は、大幅な黒字に転じ、金を含む、外貨準備口は、約30億 US ドルと2倍以上にまで、増加している。2018年時点の外貨準備口は、推計約289億 US ドルである。 世界規模の銀行 HSBC の調査によると、ウズベキスタンは次の10年間で世界でも、有数の成長速度の速い国家になると予測されている。ホラズム州の農場ウズベキスタンは、ソ連時代の計画経済によって、綿花栽培の役割を割り当てられた過去があり、そのため近年になって、鉱産資源の開発が進むまでは、綿花のモノカルチャー経済に近い状態だった。 その生産量は最高500万トンに達し、2004年度においても353万トンを誇る。しかしウズベキスタンは元来降水量が少なく綿花の栽培には向いていない土地であったため、近年においては考え元であるアラル海の縮小や塩害などに悩まされている。また、綿花栽培に農地の大半を割いているため、各種穀物。 果実野菜類を産する土地を有しながら、その食料自給率は半分以下である。ウズベキスタンはエネルギー資源として有用な鉱物に恵まれている。ウズベキスタンの主要金属資源は、金、ウラン、モリーブテン、タングステン、銅、鉛、亜鉛、銀、セレンであり、金埋蔵量1700トンで世界第12位、年間生産量102トンで第10位。 ウランの埋蔵量では、世界トップ10に入り生産量2400トンであり、世界第7位である。ウズベキスタン鉱物埋蔵量国家バランスによると、同国では、97の貴金属交渉、38の放射性鉱物交渉、12の非鉄金属交渉、235の炭化水素交渉、814の各種建材交渉など、1931の 交渉が発見されている。現在、探査は10鉱種以上に関して行われており、数鉱種だった20年前に比べ探査範囲は拡大傾向にある。近年、探査が開始されたものや強化されているものは、鉄、マンガン石炭、オイルシェール、一部のレアメタル、レアアース、非在来型の金、ウラン交渉である。近年の鉱山開発は、国営企業である。 NGM 系及びアグムックによる生産設備の近代化やアジア諸国との経済協力によって推進される傾向にある。また、韓国、中国、ロシア等から調査、採掘分野への投資の動きが活発化しており、ウランやレアメタルを中心に協力拡大の可能性が注目されている。ウズベキスタンは世界第4位の金埋蔵量を誇る。 407万トンのアタン、250万トンの原油も採掘されている。工業セクターは輸出にも貢献しており、特産物の木の織物に次ぎ、エネルギー輸出が全輸出額の9.0%を占める。その他の金属鉱物資源では、銀のほか、小規模な銅採掘が続いている。林鉱石も産出する。シルクロードの中心地や、 ユネスコの世界遺産の宝庫として、青の街、サマルカンドや茶色の街、ブハラ、ヒバ、シャフリサブス、仏教文化のテルメズなどが世界的に有名。ソ連からの独立後には、歴史的遺構への訪問を目的とする各国からの観光客が急増し、それに伴い観光が外科獲得源の一つとなった。これを受けて政府による観光客誘致が、 盛んに行われていることから、タシケントは、海外のホテルチェーンの大規模ホテルが多く、運営されている。ナボイ劇場は、1947年11月に、アリシェルナボイ生誕500周年を記念して、初公開されている。日本人のシベリア抑留者の強制労働により、建設されたことで知られている。日バタシケント国際空港タシケント駅。 タシュケントサマルカンド高速鉄道ウズベキスタン航空がタシュケント国際空港とアジアやヨーロッパの主要都市間を結んでおり日本にも成田国際空港に週2便定期便を運行しているしかし運休も多くスケジュール通りに動くか当日にならないと判明しないこともありまたマイレージも独自のフライトのみでしか加算できないためマニアックな 人好みの航空会社となっている。タシュケント国際空港には、アジアやヨーロッパから、各国の航空会社が乗り入れており、ソ連時代より、中央アジアにおけるハブ空港的な存在となっている。ウズベキスタン航空は、日本からウズベキスタンへの旅客輸送ではなく、イスタンブールやテルアビブなど、タシュケントイエンの都市への旅客輸送がほとんどであるため、国会でも問題視されたが、 法律で禁止されていることではない。国内の移動には、ウズベキスタン航空の国内線のほか、バスや鉄道も国土の広い範囲をカバーしている。なお鉄道はその多くが、旧ソ連時代に建設されたものであり、老朽化が進んだほか、各地方を結ぶ、機関路線のいくつかは、近隣国を経由しており、これを解消するために、日本政府が、遠借館を行い、 鉄道旅客輸送力の増強及び近代化事業を進めている。近年、タシュケントサマルカンド高速鉄道も運行している。ウズベキスタンの首都であり、国内最大の都市であるタシュケントには1977年に地下鉄が整備され、ソビエト連邦から独立後10周年にあたる2001年には地下鉄が参戦にまで増加した。ウズベキスタンは、 中央アジアで最も早く地下鉄が整備された国であり、2013年時点で地下鉄が存在する中央アジアの都市はカザフスタンのアルマトイとタシュケントの2つのみである。駅にはそれぞれ統一されたテーマが設けられており、そのテーマに沿った内装が施されている。例えば、1984年に建設されたウズベキスタン線のコスモナフトラル駅は、 宇宙旅行がテーマとなっており、駅構内は、ウズベキスタン国内出身のソビエト連邦の宇宙飛行士、ウラジーミル・ジャニベコフの業績を含めた人類の宇宙探査の様子が描かれており、ウラジーミル・ジャニベコフの銅像が、駅入り口付近に建設されている。タシュケントには、市営のトラムやバスが運行されているほか、登録承認済み、非承認にかかわらず多くのタクシーが走行している。 ウズベキスタンには、現代的な自動車を生産する自動車工場がある。ウズベキスタン政府と韓国の自動車企業、韓国 GM により設立されたウズデンオートが、国内のアサカで大規模な自動車生産を行っている。政府は、トルコのコチュ財閥による投資を受けて、サムコチュワフと、設立、小型バスやトラックの生産を開始した。2007年には、 日本のイスズ自動車とイスズのバスやトラックを生産を開始した。鉄道はウズベキスタン国内の多くの町を結ぶとともに、キルギスやカザフスタンなど、旧ソ連領域内にあった中央アジアの隣国へも運行されている。さらに、独立後2種類の高速鉄道が導入された。2011年9月には、 タシュケントとサマルカンドを結ぶタシュケントサマルカンド高速鉄道の運行が開始された。この高速鉄道の車両にはスペインの鉄道車両メーカータルゴにより製作されたタルゴ250が使用されておりアフラシャブ号と呼ばれている。初の運行は2011年8月26日に開始された。ウズベキスタンにはソビエト連邦時代に タシケント・チカロフ航空生産工場と呼ばれたタシケント航空生産協会という大規模航空機生産工場がある。この工場は第二次世界大戦時に建設され、当時の生産施設はソビエト連邦と敵対していたナチスドイツの軍隊による接収を避けるためソビエト連邦南東部にあたる中央アジアへと疎開してきたものであった。 1980年代後半まで、工場はソビエト連邦国内において航空機生産をリードする工場の一つであったが、ソビエト連邦崩壊とともに生産設備は老朽化、多くの労働者が解雇された。現在は年間数台の航空機を生産するのみとなっているが、ロシアの企業による関心により、生産能力強化計画があるとも報じられている。 ウズベキスタンの女性ウズベキスタンの老人ウズベキスタンは中央アジアで最も人口の多い国であり2020年時点の人口は3350万人であった2012年時点の人口2955万9100人は中央アジア全体の人口の約半数に相当する ウズベキスタンの平均年齢は低く、全人口の約23.19%は14歳以下である。人口推定によると、主要民族のウズベク人が全人口の84.3%を占める。その他、4.8%のタジク人のほかカザフ人、ロシア人など多くの少数民族が住む。ソ連時代に、ウズベク語を話すことのできるタジク人は、 ウズベク人と分類されたため、タジク人は、実際には相当数いるものとされる。実際には、人口の20から30%を占めているという、調査もある。ソ連時代には、ロシア人の割合は12.5%を占め、タシュケントの人口の半数近くが、ロシア人、ウクライナ人であったが、現在は、ウズベク民族主義や、経済的な理由により急減している。 タジク人の割合に関しては解釈の相違が見られる。ウズベキスタン政府による公式の数字は5%であるが、この数字は過小評価された数字であるとされており、西洋の学者にはタジク人の割合を20%から30%であると見積もる者も,もいる。公式の統計でウズベク人とされている者の,の中には中央アジアのトルコペルシア人であった。 サルト人のような他の民族も含まれている。オックスフォード大学による近年の遺伝子系図テストを用いた研究によると、ウズベク人にはモンゴル人とイラン人の遺伝子混合が見られる。ウズベキスタンの少数民族としては、1937年から1938年にかけて、ヨシフ・スターリンにより極東ソビエトの宴会州から中央アジア地域へと、 強制移住させられた朝鮮民族が約20万人ほど在住しており、高来人と自称している。また、ドイツ系のボルガドイツ人やアルメニア系のウズベキスタン人もタシュケントやサマルカンドなどの都市部に多い。全人口の約88%がムスリムであり、東方正教会信者が9%、その他が3%となっている。 アメリカ国務省による2004年の報告によると0.2%が仏教を信仰している。ブハラユダヤ人は1000年以上前に中央アジアへと移り住んできたユダヤ人の民族集団であり、主にウズベキスタンに居住している。1989年時点では94,900人のユダヤ人が ウズベキスタン国内に住んでいたが、ソビエト連邦崩壊後ブハラユダヤ人の多くは、アメリカ合衆国、ドイツ、イスラエルといった他の国々へと出国。2007年時点で残っているブハラユダヤ人の数は5000人にも満たない。ロシア系ウズベキスタン人は全人口の約2.1%を占める。ソビエト連邦時代には、ロシア人とウクライナ人が、 首都多種県との全人口の半数以上を占めていた。1970年の調査結果によると、全人口の12.5%に当たる、約150万人のロシア人が、国内に住んでいた。ソビエト連邦崩壊後、ロシア系の人々は主に経済的な理由から、その多くが他国へと移住していった。1940年代のクリミアタタール人追放で、 クリミアタタール人は、ドイツ人、チェチェン人、ギリシア人、トルコ人、クルド人、その他の民族とともに、中央アジアへと強制移住させられた。約10万人のクリミアタタール人が、現在もウズベキスタン国内に居住している。タシュケントにおける、ギリシア系ウズベキスタン人の数は1974年の3万5千人から2004年には1万2千人にまで、減少している。 メスヘティアトルコ人の大多数は1989年6月にフェルガナ盆地で起きたポグロムの後他国へと出国した。少なくともウズベキスタンの労働者の10%が国外へと流出しており、そのほとんどがロシアやカザフスタンで働いている。ウズベキスタンの15歳以上の識字率は100%であり、これには ソビエト連邦時代の教育制度が大きく影響していると考えられている。公用語はウズベク語のみと制定されている。ウズベク語はラテン文字表記だが、キリル文字での表記も行われている。ウズベク語母語話者は全体の74.3%を占めるに過ぎず、その他ロシア語、多軸語が使われている。ソ連時代まではロシア語も公用語とされていたが独立語に外された。 しかし、ロシア語は全人口の14.2%にあたる人々が第一言語として使用しており、その他の人々もその多くがロシア語を第二言語として使用しているなど異民族間の共通語、巡行用語的な地位にある。サマルカンドやブハラ、シャフリサブスなどのウズベキスタン南部地域、フェルガナボンチ地域、シルダリア川沿岸地域では多軸語が広範囲に、 渡って離されており、多軸語圏地域となっている。ウズベキスタンでは多軸語教育は禁止され、家庭内等での使用に限定されている。そのため、多軸語話者は、ほとんどがウズベク語との完全なバイリンガルでもあり、統計上では多軸語の割合は4.4%に、過ぎないが、全人口の20%から30%前後が、多軸人とされるために、多軸語話者も、 同程度いるものと推測される。このことから、ウズベキスタンはタジキスタンに次ぐタジク語国家とも言える。カラカルパクスタン共和国では、カラカルパク語とウズベク語の両方が公用語となっている。その他、ブハラ語、カラカルパク語、カザフ語、キルギス語、クリミアタタール語、高麗語なども話されている多言語国家である。サマルカンドのウルグベクマドラサ2009年の アメリカ国務省による調査によると、イスラム教は、ウズベキスタンの主要宗教であり、人口の約90%がムスリムである。また5、5%が、ロシア正教会を信仰しており、その他が5%となっている。しかし、旧研究所による2009年の調査結果によると、ウズベキスタンの全人口の約96.3%がムスリムとなっている。また、 約9万3000人のユダヤ教信者が存在しているとされている。国内のイスラム教信者の割合は高いものの、イスラム教の実践は一枚岩からはほど遠い。信仰については、20世紀を通して、改革や世俗化、イスラム教の伝統との衝突を通して、中央アジアで様々な方法が実践されているが、このような混乱した状況が世界へと発信され、 定着することとなった。ソビエト連邦の崩壊により多くの人が予想したようなイスラム原理主義の対等を招くことはなく、移植に関する戒律は緩やかであり、基本的に女性は頭髪や足首を隠さない。しかし、ブハラなどイスラム色の強い都市では女性がパンツを履くことに対してよく思わない傾向があり、多くの女性はスカートを履いている。 信教の自由の権利を保障しているものの、ウズベキスタンは国によって認可されない、あらゆる宗教活動を禁じている。同国の結婚式は、トゥイと呼ばれており、幾多もの式たりが存在する。国民にとって、結婚式は、刑事の中で非常に重要なものとなっており、どの祝い事よりも、華やかに祝う。ソ連崩壊後から現代的な結婚式を開催する。 方針へ変わりつつも、その中に伝統を守っている人は、少なくない。ウェストミンスター国際大学タッシュケント校の、建物ウズベキスタン国内における15歳以上の、識字率は、約99%と高いものの、教育プログラムを推進する際に、深刻な予算不足に陥っている。上記の通り、同国は、高い識字率を誇り、15歳以上の識字率は、 約99.3%であるが、15歳以下の識字率は76%にまで落ち込み、3から6歳の識字率は20%となっている。この大きな要因として、ウズベキスタンの教育方法が挙げられており、未来には識字率が下がっていくと予測されている。学生は月曜日から土曜日まで年間を通して学校に通い、中学校までが義務教育となっている。 中学校卒業後、学生は職業専門学校もしくは通常の高校へと進学することが多い。ウズベキスタンには2つのインターナショナルスクールがあり、2つともタシュケントにある。ブリティッシュスクールは小学生のタシュケントインターナショナルスクールは12歳以上の学生に対する指導を行っている。1992年に制定された教育法に、 沿って教育カリキュラムの改定作業が実行されたが、教育現場の教材などの不足が発生、カリキュラムの改定作業は、父として進んでいない。この現象の大きな要因として、教師に対する賃金の低さ、政府による学校や教材などのインフラ整備予算の不足が挙げられている。これには、ラテン文字へと文字表記を変更したことにより、キリル文字で記されていた。 過去の教材や資料が使用できなくなったことも関係している。また、教育システムが崩壊したことで裕福な家庭が自身の子供を出席や入学試験なしに高いレベルの学校に入れてもらう目的で教師や学校関係者に賄賂を送る事態も横行している。ウズベキスタンの大学は毎年約60万人の卒業生を排出しているが、 大学卒業生の一般的な水準や高等教育機関内の全体的な教育レベルはそれほど高くない。ウェストミンスター国際大学多種検討校は英語による講義が設けられた国内初の大学である。医療国内には16の精神病院と2834の主要な地方医療機関が存在する。同国では 犯罪統計が公表されていないため、実際の犯罪の発生状況を正確に把握することは困難となっているが、一般的には、経済的困窮や貧困を背景に、金銭や貴金属並びにスマートフォンなどの高級家電を狙う窃盗、強盗などが多発していると言われている。ウズベキスタン共和国憲法では、ウズベキスタン共和国の民主主義は、個人の生命、 自由、名誉、尊厳、その他の固有の権利を、市場の価値とする基本的な人道に基づくと宣言している。人権に対する公的な姿勢については、人権の確立と奨励に関するウズベキスタン、共和国政府の取り組みという覚書に要約されており、以下のように記述されている。政府は、ウズベキスタン市民の人権を保護、保障するために、 あらゆる手段を用いる。ウズベキスタンは人道的な社会の実現のため、継続的に法改正を行っていく。人々の基本的人権を規定するための300以上の法案が議会を通過した。例として、オンブズマン事務所は1996年に設立された。2005年8月2日、大統領のイスラムカリモフは2008年1月1日より、 ウズベキスタンにおいて死刑を廃止する法令に調印した。しかし、国際ヘルシンキ人権連盟、ヒューマンライツ・ウォッチ、アムネスティ・インターナショナルなどの非政府組織の人権団体は、アメリカ合衆国国務省や欧州連合理事会と共にウズベキスタンを市民権が制限された権力主義国家と定義しており、あらゆる基本的人権に対する広範囲の侵害が、 存在することに重大な懸念を表明している。報告によると、最も広範囲で見られる人権侵害は、拷問、恣意的な逮捕、そして、信教の自由、言論の自由、出版の自由など様々な自由の制限が挙げられる。また、地方では、ウズベキスタンの女性に対して、強制不妊手術を行うことが、政府によって容認されているとの報告がある。 また、宗教団体の会員、独立した、ジャーナリスト、人権活動家や禁止された、敵対政党の党員を含む、政治活動家などに対する人権侵害が頻繁に行われているとも報告されている。2005年のアンディジャン事件では結果として数百人の死亡者が出たが、この事件は、ウズベキスタン国内の人権侵害の歴史の中でも、大きな事件となった。 事件に関する深い懸念が、アメリカ合衆国、欧州連合、国際連合、OSCE 議長、OSCE 民主主義人権研究事務所によって、示され、これらの機関は、ウズベキスタン政府から独立した調査を要求した。ウズベキスタン政府が人命を不法に奪い、市民の集会の自由と表現の自由を否定している、ことにも非難が出ている。 政府はこれらの非難を真っ向から否定した上で必要最小限の武力を用いて反テロ活動を展開したに過ぎないと主張した。さらに政府の一部官僚はウズベキスタンに対して情報戦が仕掛けられていると述べアンディジャンの人権侵害はウズベキスタンの内政に干渉するのに都合よい口実としてウズベキスタンの敵対勢力がでっち上げたものであると主張した。 タジック人が彼らの母語である、タジク語を学校で教えることを、ウズベキスタンは禁じており、タジク語の文学作品が破壊された例が存在する。サマルカンドのシャーヒズインダ病群ウズベキスタンの伝統工芸品タシュケントの名ボイ、劇場ウズベキスタンの国民食、プロフーウズベキスタン料理は国内の農業に大きな影響を受けている。ウズベキスタンでは、 穀物の収穫口が多いことから、パンや麺は、ウズベキスタン料理において、重要な地位を占めており、時に、ヌードルリッチと形容されることがある。羊肉は、ウズベキスタン国内で、羊の放牧が盛んであることから一般的に、販売されている肉であり、様々なウズベキスタン料理に使用されている。ウズベキスタンの国民食はプロフであり、米、肉、人参や、 玉ねぎなどの野菜を使用して作るピラフに似た料理で主菜として供される。お品春は通常午前6時から9時までに提供される朝のプロフであり、結婚式などの刑事の際には集まった客の分まで大量に作られる。他に有名なウズベキスタン料理としては以下のようなものがある。シュルパは脂肪の多い肉の大きな塊と新鮮な野菜から作るスープである。 ナリニやラグマンは、麺料理であり、スープとしても、主菜としても出されることがある。マンティア、チュチュバラ、サムサは小麦粉で作った生地に肉などの具を詰めた後、蒸す、焼く、揚げるなどした餃子に近い料理である。肉と野菜のシチューに近いリムラマや様々なカバブは、通常、主菜として供される。緑茶は1日を通じ飲まれることが多いウズベキスタンの、 国民的な飲料である。緑茶を提供する喫茶店は文化的にも重要な位置づけにある。他にも多種県と付近では紅茶などの茶が出されることも多いが、緑茶や紅茶に牛乳や砂糖を入れて飲むようなことはしない。茶は必ず食事と共に提供されるが、ホスピタリティの一環として、客を招いた際には必ず緑茶もしくは紅茶を出す習慣がある。 冷たいヨーグルト飲料であるアイランは夏季には人気があるものの茶に代わる地位は獲得していない国内に多いイスラム教信仰者にとって飲酒は本来禁忌であるが戒律が緩いため街中では酒が売られており政府も輸出観光産業振興のためワインの生産奨励や販売規制緩和を政策としているブドウを含めて果樹が豊富なウズベキスタンにおける ワイン醸造は、イスラム化以降は下火になったものの、紀元前に遡る歴史があると推測されている。ウズベキスタン国内には14のワイナリーがあり、国内現存最古かつ最も有名なワイナリーである、サマルカンドワイナリーは、サマルカンドで1868年、ロシア人実業家のドミトリー・フィラートフにより、創業された。サマルカンドのワイナリーでは、グリアカンダス、シリン、 アレアティコ、カベルネリカノーなど、地方のブドウを使用した、様々な種類のデザートワインを生産している。他にも、バギザカン、スルタンなどのブランドがあり、ドライタイプのものも近年日本にも輸入されるようになった。ウズベキスタンのワインはロシアをはじめとする、NIS 諸国に輸出されているほか、国際的な賞も受賞している。サマルカンドの踊り、バシャ、 1905年から1915年セバラ、ナザルハンブハラのシルクスパイスフェスティバル中央、アジアの伝統音楽の形式の一つに、シャシュマカームがあり、これは、当時文化の発信地であったブハラで16世紀後半に生まれたものである。シャシュマカームは、アゼルバイジャンのムガームやウィグルのムカームと非常に密接な関係にある。シャシュマカームという名前は、 6つのマカームを意味し、イランの伝統音楽と同じく、6つの異なる戦法が6つの、節に組み込まれた音楽であることからその名がついた。スーフィーが語り出す感想では、音楽が中断され、低音で吟じ始めた後次第に高音になり、クライマックスを過ぎると再び元の低音に戻ることが多い。バズムや、結婚式のような行事に出席する聴衆の間では、 フォークポップスタイルの音楽は人気がある。ウズベキスタンの伝統音楽はポップミュージックの形式とは大幅に異なっている。多くの場合、男性同士の間で行われる朝夕の会合において一人もしくは二人の音楽家の演奏を聴くことが多い。ウズベキスタンの伝統音楽として有名なものにシャシュマカアームがある。裕福な家庭によるミュージシャンへの大規模な支援が 行われており、パトロンとなる彼らは、シャシュマカームの演奏などすべての代金を負担している。詩と音楽は互いを引き立たせ、いくつかの楽曲では、一つの曲に二言語が取り入れられていることもあった。1950年代には、フォークミュージックは次第に人気がなくなり、ラジオで流す曲のジャンルとして禁止令を受けた。これらの曲は完全に排除。 衰退したわけではなかったが、冒険音楽として名称を変えることとなった。禁止令が出されていたものの、フォークミュージックの演奏グループは独自の方法で音楽の演奏を続けており、個人の間で次第に広まっていった。振り替え休日は採用されていない。上記のほかイスラム教に基づく祝祭日、ヒジュラ歴に従って制定されるため、グレゴリオ歴では、 移動祝日となる。ウズベキスタンは自転車競技選手、ジャモリディネ・アブドヤパロフの故郷である。アブドヤパロフはツールド・フランスで3回の区間優勝を果たしており、いずれの回もマイオベールを勝ち取っている。アブドヤパロフはツアーもしくは1日制のレースで、戦闘集団が1回になってゴールに向かう際に優勝を勝ち取ることが多い。 彼はしばしば最後の数キロメートルでスプリントをかけるが、この際に川が蛇行するように左右に揺れながら、走行を行うため、集団で走る、他の競技者からは接触などの危険が高まり危険な選手であるとみなされていた。この走行スタイルから、彼には、タシュケントの虎というニックネームがついている。アルトゥール・タイマゾフは2000年に開催された、 シドニーオリンピックで、ウズベキスタンに、初のレスリングのメダルをもたらしたほか、アテネオリンピック、北京オリンピック、ロンドンオリンピックと3大会にわたり、男子 120kg 級で、金メダルを獲得している。ルスラン・チャガエフは、ウズベキスタンを代表する WBA、プロボクサーである。彼は2007年に、ニコライ・ワルユエフを破って、WBA タイトルを奪取した。 チャガエフは2009年にウラジミール・クリチコに敗れるまで2回王座防衛を果たした。カヌースプリント競技のミカエル・コルガノフは K1500 メートルにおいて世界王者になったことがあるほか、オリンピックで銅メダルを獲得している。体操競技のアレクサンデル・シャティロフは床で銅メダルを獲得している。ウズベキスタンには国際クラッシュ協会の本部がある。クラッシュは ウズベキスタンの国技であり、現在スポーツとして行われているクラッシュは、ウズベキスタンの伝統的な格闘技であったクラッシュを、国際化、現代化したものである。サッカーはウズベキスタンで、最も人気のあるスポーツである。国内の最上位、サッカーリーグは、ウズベキスタンスーパーリーグであり、2018年以降は12チームが所属している。 2018年シーズンの国内リーグ王者は PFC ロコモティフタシュケントであり国内リーグ最多優勝は FC パフタコールタシュケントの11回であるウズベキスタンはアジアサッカー連盟に加盟しているため AFC チャンピオンズリーグや AFC カップなどの AFC が主催する国際大会に出場しており2012年には FC ブニョドコルがベスト4にまで進出した。また、2011年には、ナサフカル氏が、AFC カップにおいて、ウズベキスタンサッカー開発の国際大会優勝を、達成しているほか、2018年には、U-23 サッカーウズベキスタン代表が、AFC、U-23 選手権2018で、初優勝を果たしている。1991年に、 ウズベキスタンが独立する以前、ウズベクソビエト社会主義共和国は、ソビエト連邦の一員として、サッカーソビエト連邦代表や、ラグビーソビエト連邦代表、アイスホッケーソビエト連邦代表、バスケットボールソビエト連邦代表、ハンドボールソビエト連邦代表など、各スポーツのソビエト連邦代表チームに選手を送り出していた。ソビエト連邦崩壊後、ウズベキスタンは、 サッカーウズベキスタン代表やラグビーウズベキスタン代表、フットサルウズベキスタン代表などの代表チームを結成、国際大会に派遣している。テニスもまた、ウズベキスタンで人気のあるスポーツであり、特に1991年にウズベキスタンが独立して以降人気が出た。国内のテニスを統括する団体、ウズベキスタンテニス連盟は2002年に設立された。 ウズベキスタンの首都タシュケントでは、毎年タシュケントオープンという WTA の国際テニストーナメントが開催されている。タシュケントオープンは1999年に開始され、屋外のハードコートを使用して行われている。ウズベキスタンで実績のある有名テニス選手としては、デニス・イストミンやアクグル・アマン・ムラドアがいる。この他に、ウズベキスタンで人気があるスポーツとしては、 柔道、ハンドボール、テコンドー、バスケットボール、ラグビー、フットサルなどがある。ソ連時代からの名残で、人名はロシア語風の生命が多く見受けられる。このページは、ウィキプロジェクト国のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。